友野昭一は日本の弁護士、外交官。1972年から1977年まで第2代青年海外協力隊事務局長を務め、青年海外協力隊事業の立ち上げに尽力した。1924年1月1日、香川県丸亀市に生まれる。父親は税務署に勤務する管理。1936年、土佐中学校に入学。 1938年、海軍経理学校へ入学。卒業後、下月に配属され、同化運転でマリアナ沖海戦にも参戦した。1945年6月、内海海軍航空隊に移動。8月15日の終戦は、出張中の大分市で迎えた。1946年、第二福音賞を辞し、東京大学に入学。1948年、 高等文館試験司法課に合格。大学卒業後、弁護士として活動を始める。1951年、外交官試験に合格し、外務省に入省。サンフランシスコ総領事館、プレトリア総領事館、パキスタン大使館などで勤務。1972年、国際協力事業団の青年海外、協力隊事務局長に就任。 1977年により在中国に本大使館講師。1980年に帰国し2月に外務省を退官する。6月の第12回参議院議員通常選挙に高知県選挙区から立候補。無所属で民社党、公明党などから推薦を受けた。しかし、得票率31.7%で落選した。1983年。 第37回衆議院議員総選挙に高知県全県区から立候補。この時は公示直前に自由民主党の公認を得るが落選。1990年第39回衆議院議員総選挙においても高知県全県区から政党の公認を及び推薦なしで立候補したが落選した。ありがとうございます。